ねえパパ、中里沙ちゃんがミスタードーナツの企画やってたから私もやりたいということで食べたくなっちゃったの。いただきます。おいしい、おいしい、逆ふわ、うんうん、あー事件です。ちょっと、あー食べてる。おいしい、おいしい。こんなに和風なドーナツあるってぐらいは、苔の匂いぐらい濃い。苔最悪やん。苔ほら最悪嗅いでごらん。最悪の表現嗅いでごらんなさいよ。だってフジワランド、フジワランドでーすさあ今日なんですけども、オープニングから勢ぞろいで、まあお気づきの方もいらっしゃると思いますが、ちょっと緊急でカメラを実は回しておりまして、うん、昨日お風呂上がりにですね、中里沙ちゃんのチャンネルを、お風呂で見ていた嫁ランドが、ねえパパ、中里沙ちゃんがミスタードーナツの企画やってたから私もやりたいということで食べたくなっちゃったのじゃあいいでしょう、今日やりましょうということで、見た次の日に急遽カメラを貸して撮影しております、で、あちらはなんかベスト3をやってたので、我々もじゃあね、ベスト3、おのおののベスト3と、プラス1、食べたことないやつをおのおの1つずつ頼みましたので、計4つ食べるんですけども、そんな動画ですが、お付き合いいただければなと思います。よろしくお願いいたします。ちょっとやっぱさ、リーサちゃん若いからすごいたくさん食べてたわけ、はい、うんうんうん、でもちょっと無理だと思うのね、4個は。なるほどじゃあ、あ、ね、あのちょっとかじって明日の朝に食べるやつとかにもしながらね、ちょっとね、あのナイフで切ろうかな。はいはい。じゃあチビランドちゃんのやつまず紹介して。そう、チビランドちゃん何買いましたか、しまじろう、なんだっけ、しまじろうの女の子、ミミコさん、はい、あれ違ったっけ、書いてある、書いてある、こっちはミスタードーナツが大変だ。そうだよ。あー！事件です。ちょっと、あー、食べてる。いただきますわ。おいしい？はい。どう？みんなに教えてあげて、どんなお味ですか？いちご。いちご？本当に？ホワイトチョコって書いてあったよ。で、中にクリーム入ってるって書いてあった。はい、どうぞ。おいしい？どうよかった？美味しそうです。はい、じゃあまずは嫁ランドの第3位、ゴールデンチョコレート。はい、これ大好き。周りのこのカリカリがたまらない。いただきます。美味しい、美味しい。ザクザク聞こえる、ザクふわ、うんうん、これ何なんだろう、周りのカリカリ。うまいよね、それがなかったらね。何このカリカリ。こんな一粒だけ食わしてもわからんクッキー、うん、クッキーっぽいね、甘いクッキー。おいしい、これ、うん、さあ、それでは続いて、私、フジワランドの第3位、まあ、43歳の男のミスタードーナツの3位なんて気にならないかもしれないけども、気になるよこちら、オールドファッションシナモン。うん、それリーサちゃんも食べてた。はい、こちらでございます。うん、じゃあいただきます。どう、このオールドファッションのサックサク感にさ、うん、シナモンの風味がきつすぎず、ちょうどあの香る程度のバランス、うん、生地の甘さをしっかりと感じるパターン。おいしい。やっぱちょい癖ありのものが好きな私はたまんないですね。あーだよね、シナモンロールとかも大好きだもんね、うん、パパ。わあ、いい香り。うまい。うん、おいしいね、うん、私初めて食べた。おいしいわ。うまい、グッ、たまらんな、ミスド。たまらん。さあ、続いて、ヨメランドの第2位、チョコリング。チョコファッションじゃないか。あ、間違えた、チョコファッション間違えちゃった。
これ何がいいってさ、うん、3分の1だけチョコがついてるわけ。わかるわかる。で、あとはオールドファッションでしょ、うんうん、でなんかオールドファッションも食べられるしチョコも食べられるしみたいな、うん、それがいいの。なるほど。チョコリングだと全部にチョコついてるでしょ。はい。嫌なんだよ、うんうんうん、この3分の1ってところが最高。いただきます。うまい。ん？あ、もういらない？うん、大きかったかな。じゃあちょっとおもちゃで遊んでおいで。食べる？チョコ。あ、ママのチョコ食べる。違う違う。ん？こっち。チビランド。これはいるよ。じゃあチビランド、これ明日の朝食べな。これ美味しいから。これ美味しいよ。めっちゃ美味しい。これだってチビランドちゃん好きじゃん。これ食べてこれ。ほら美味しい。え、チョコファッション、感想言った？言ってない。チョコがね、うん、結構ビターなのよ。はいはいはい、なのよ。で、この甘い、うん、オールドファッションの普通のドーナツのこのちょっとサクサクっとした生地にこのビターなチョコがちょうどいい。このオールドファッションとかの生地って最後のこう生地の口の残り方がちょうどよくない？甘さ、うんうん、ね、うん、甘ったるいみたいなのが全然ないもんね、うんうん、続いてフジワランドの第2位、うん、ポンデリング。もうこの食感を超えるものはないね。うん、チビランドのほっぺみたい、うん、多分この世で一番もっちもちしてんじゃないこれ。食べるもん。食べる。この食べる。気に入っちゃってんじゃん。ちょっと歯をギリギリまで入れさせてくれないんだけど、入った瞬間にもちんってなる感じね。たまらん。いや、うまい。美味しいよね。なんだよ、この上の砂糖がかかったバランスも絶妙。ジョベランドはそうでもないんだ。ポンデリング、うん、意味わからん。ほんま、うん、マイク歌にいつチビが残したやつは買ったことある。あの、これぐらいのやつをさ、ボボボってたくさん入ってるやつもなんか、うん、こんなうまいのないのにね。美味しいのはわかるけど3位の中には入らない。あ、そう、うん、もう私の1位は圧倒的1位だから。なるほど。じゃあさ、うん、1位の発表行く前に、うん、未だに食べたことないやつを、うん、今日1個ずつ買ってますんで、うん、夢ランドからじゃあ、はい、1位の前に、うん、これがなんかえらい人気な感じだったから食べてみよう、うん、はい、期間限定もの、はい、宇治茶祇園辻利、うん、ふわもち、宇治抹茶、あずき餅、それ、うん、うん、これ、どうやって開ける？うわー、すごい、はい、お箱に入ってらっしゃいます。中にあんこが挟まってんだ。はい、うん、これすっごい抹茶が濃そうでしょ。うん、うん、うわっ、やわらかー。え、これポンデリング並みじゃない？ふわもち食感の宇治抹茶入り生地にもちフィリングと小豆をサンドし、宇治抹茶チョコをコーティング。はい、いただきます。ん？おいしい。おいしい。こんなに和風なドーナツあるってぐらい和風。抹茶がめちゃめちゃ濃い。あ、そう。もう苔の匂いぐらい。苔？最悪やん。苔？ほら。最悪。嗅いでごらん。最悪の表現。嗅いでごらんなさいよ。だってすごいでしょ、抹茶の香り。うんうん、あの茶葉の香りね、うん、うん、お茶の香りすごいのよ。おいしい。こけはあかん。中のお餅が、あの、牛、まら？チビランドちゃん、うん、ごちそうさま、ごちそうさまして、うん、牛皮、はいはいはい、餅ねみたいなのが入ってた、うん、いいよ、うん、いいよ、おいしい。確かに、でも、うん、あんこも甘すぎず、うん、ちゃんとこう抹茶とのバランスが取れてるね、うん、で、抹茶がちゃんと苦い、うん、ほろ苦くて確かにおいしい。おいしい。これは確かに人気だわ。じゃあ続いて私の食べたことないバー、はい、うん、
ハニーチュロ。そう、それ食べたい。これ確かに食べたい。どっから食べるか迷うね。美味しいんだよ。こっちのくっつけられた方からなのか、曲がってしまった方からなのか、うん、どっちから食べるんだいってなるね、うん、ここ筋肉筋肉みたいな。それ美味しいでしょ。美味しいでしょ。めっちゃバター感強いんや、うん、ポンデリングと味似てんかなと思って。砂糖がかかってる生地だから硬くない。硬くてシンプルで、バター感がすごい強いから、また違う。美味しいなこれ。あ、ディズニーランド行きたい。もちもちというよりはしっかりとした食感、固めの。おいしいね。めっちゃおいしい。すっごい弾力、うん、あ、うまい。だから噛み応えあるから、うん、男性結構好きな人が多いかもしれない、うん、初めてです、ハニーチロ。だってさ、ミスドさ、土日行くとさ、うん、結構並んでるよね。最近すごいよね。なんか最近特にすごいな。こういうなんかあの期間限定のやつをやってるから、うん、それもあると思うけど、うん、はあ、それでは嫁ランドの第1位発表お願いします。もう圧倒的、もう絶対買う。あ、俺から行こうか。俺から行こうかな。え、そうなん、うん、多分俺から行った方がいい。嫁ランドの最後に置いとけよって絶対言われる気がした今。うそ、うん、感じ取った。視聴者さんの声が聞こえた。なんか私今日すごいお腹減ってて早く食べたくて、なんかあんまり感想とか言えてない。大丈夫かな。大丈夫大丈夫。コケ言うてたから。うん、忘れたことになってるやん。言うたでお前はっきりと。ごめんなさい、大好きなのに。ミスドさん大好きなのに。ジュランドの第1位はこちら、ドドン、エンゼルフレンチでございます。これ大好き。パパいつもそれだもんね。これが好きだね。ちょいチョコちょいチョコの。それでさ、私が買ってくるから何か食べるって言った時にさ、うん、名前わかんなくて、あのタイヤみたいなやつ、あのトラックのダンプカーのタイヤみたいなのにチョコついたやつやっていうね。はい。美味しいよね。いただきます。氷がなくなった。氷なくなった。入れてあげようか。パパ感想言ってて。生地のさ、絶妙な柔らかさと、うん、食感、クリームのほんのりとした甘さにチョコレートのビター加減、これ誰が考えた。これ、これさ、本当にさ、どのチョコもどのチョコもみんななんか絶妙だよね、うん、ミルキー感があまり強くない。もう終わっちゃう。うわ、早い。うまい。ああ、これを食わなきゃ俺はミスドに行ったって感じがしないです。そう、わかる。第1位ってそうなんだよね、うん、結局その第1位が食べたいと思って行くじゃない。さあ、それでは、はい、ヨメランドのミスタードーナツ第1位の発表お願いします。はい、もう絶対にこれ、エンゼルクリーム。エンゼルクリーム、あのね、これ中里依紗ちゃんと一緒だったの、うん、あ、そうなんや。だから、だから触発されて食いたかったんや。そうなの、わかりやすい、私だと思って。めちゃくちゃわかりやすいな。会ったこともないあの有名な女優さんにすごい親近感を持ってしまったの。エンゼルクリームね。あ、もうこれ何なんだろう、この絶妙な軽さのクリーム。はい、わかるわかる。あの普通の生クリームじゃないじゃない、もったり感はないのよね。そう、あのショートケーキの普通の生クリームって最近はなんかすごい軽めのやつあるけどさ、うん、ちょっともたれるっていうかさ、はい、全くないでしょ、そういうのは。なんか1個食べ終わってももう1個いけるみたいな感覚に襲われるじゃない、うん、たまらないんだよねそれが。なんなんだろうこれは。でさ、パン屋さんとかでさ、うん、類似品いっぱい出てるんじゃない、うん、やっぱ違うのよ、うん、この本家本物の、この生地のこの軽いクリームとこの生地の同時に口の中でなくなっていくかもね。普通は生地がだいぶ残るのに、うん、生地も綺麗に同じようなタイミングで消えていくっていう、このバランスやな。誰が考えたか、誰が開発したのってぐらい本当に美味しい。わかるよ、すごいわ。クリームがなんせ美味しい。
どっちか言うたらクリームとか多いの、そんな好きじゃないのにな。そうなの、うん、買わないでしょ、うん、生クリームのなんちゃらとか、うん、だってあのスタバの上にぐるぐるってホイップ乗ってるやつこだわるもんな、うん、なしでっていう、うんうん、からペロリだよ。いやーほんとすごいと思うよ。感謝ですよミスタードーナツはね、うん、しかも高くないじゃないミスタードーナツって。このクオリティで結構お手頃。そう、これだけ買ってうち、まあ、あとチビランドのチョコが1個あるんですけど、うん、朝用の、うん、これだけ買って1000ちょいですよ。1500円ぐらい、うん、1500いったかな、いってないじゃん。1460円、うん、うん、食べちゃった。なんか中里依紗ちゃんは生理前だから甘いものがって言ってたけど、私生理前でも何でもないのにペロッとだ指まで美味しい。いやということで緊急に、人に影響されて、うん、カメラを回すという、うん、緊急動画、うん、いかがだったでしょうか。途中大問題こけ発言もございましたが、うん、やだ、そちらの、いや本当に大好きなのにそちらの方は多めに見ていただきたいと思います。ちびランドが一口残したやつも食べちゃおうさあそれではちびランドちゃん、お別れの挨拶やってくれますか。あら美味しいじゃないこれ。お別れの挨拶メガネかけて、うん、クリームが違う。あ、そう、うん、こだわってんねや、すごいな、うん、チャンネル、うん、ちょっと待って美味しかったね。ジュランドちゃんお口にお砂糖とかついたまんまだよ。浮いたのに、浮いたのに浮いてなかったよ。はい、ご挨拶お願いします。チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバーイ。ありがとうございました。でしょ。